シャクこんばんは。さあ、2年生のですね、照明、三角形、まあごめんなさい、今日の予定は直角三角形の合同の照明だったんだけど、ちょっとは次回まだ二等辺三角形ちょっと終わってないので、二等辺三角形の照明をしつこくやってみたいと思います。よろしくお願いいたします。二等辺三角形と今日は正三角形までちょっと活かしていただきました。特に正三角形がこれがねちょっとね大変。それでですね、よく出る問題なんですよ、この正三角形の問題。多分普通補習の諸君やってないこの問題、ぜひこのビデオで得意にして暗記して自分のものにしてほしいなというふうに思っております。頑張りましょう。さあ、それではこちら二等辺三角形の照明ちょっといきたいと思いますが、まずは、ご紹介。右の図で三角形 ABC、 これは BC を底辺とする二等辺三角形だと言ってますね。二等辺三角形は2つの辺が等しい三角形のことですから、この AB、AC、 このイコールは仮定で使うことができるよね。はい、そしてもう一つ仮定、 BP イコール CQ ならばと言ってるので、この仮定が追加されました。そしたらば AP と AQ が等しいよっていう結論を導き出してくれ、そういうことであります。そこで二等辺三角形の性質、これを今日確認したんです。復習です、確認しましたね。それは何だっけ、2つの底角が等しいだったね。2つの底角が等しい、こういうことです。この性質を使っちゃおうじゃないかと、こういうことでございます。ただ性質なのでちょっとした断り書きが必要ですね。では早速始めたいと思います。三角形、ABP と言いますね。 ABP と三角形 ACQ においてさあ仮定よりさあ、まず二等辺三角形の AB イコール AC、 これ一番です。そして BPCQ、BP イコール CQ、 これが2番です。で、ここの緑の角、底角が等しいっていうのを入れ込んでしまいます。その時にちょっと説明書きが必要なので書き込んでください。二等辺三角形の底角は等しいから、等しいので角 ABP イコール角 ACQ、 3番です。さあ、ここで揃いました。2組の辺とその間の角、これですね。1,2,3 より1,2,3 より2組の辺とその間の角がそれぞれ等しいので、それ等しいので三角形、ABP 合同三角形 ACQ ですよ。いつものパターンでそのまま、突き進んでしまいます。合同名付けの対応する辺は等しいから、結論です。 AQ 終了でございます。それでは皆さん、もう一回確認、そして普通補習の方、このビデオでもう勉強してくださいね。そして休んでしまった、はい、あなた、ここで勉強してちょうだい、ね、ということでございます。さあ、テストの結果出てきたと思いますがね、ガンガン上がってる人もいますよ。負けないように、さあ頑張りましょう。ではこちらです。右の図で
三角形 ABC、ABC と三角形 CDE、 これね、C を共有する、まあ C にくっついてるっていうだけの意味ですよ。正三角形、これが大事なところ。正三角形だとね、2つの正三角形が、大きい正三角形と小さい正三角形と、この時 BE と長いね、この辺 AD が等しいよ、これを言ってあげます。さあ結論をですね、なんかこう引いてしまうとちょっと危険なんですが、証明の時これが結論です。だから結論は絶対使えないよ、証明にはね。使ったらおしまいだよね。何しろこの結論を導き出すわけだからね、イコールだってことね。ではこれが所属する三角形、こいつを拾っていきます。 B、E、C、A、B、C、どこでしょう。ちょっと大きめの三角形です。では行ってみましょう。三角形 B、E、C と三角形 A、B、C においてでございます。まず仮定は正三角形でございますから、まあとにかく言ってましたしよ、これ、仮定より BC イコール AC、 これ一番ですね。それから右側にも正三角形があるので、この辺とこの辺、これも等しいよね。なので仮定よりですね、EC イコール、DC、これ2番です。さあ問題はね、この後の間の角なんですよ。間に挟まってる2つの辺分かりましたよ。でも間の角がポイントなんですよね。それはちょっとここですわ、見てね、ここなんです、ここなんです。大事なのこの角、緑の角は実は角度が分かってるんです。なぜ、正三角形だから。正三角形の一つの角だよね。ですので緑の角は60度、分かってるんですわ。そして青の角、緑と青を足すと角 BCE という間の角になりました。こちらはどうですか。緑と青を足すと角 ACD という間の角になりました。これが同じだっていうことを言ってあげたいんです。さあ言ってあげましょう。ではどうやって言うかというと、角 BCE は緑足す青、60度って持ってきてしまいましょう。プラス角 ACE、 これが様です。角 ACD は、 ACD はやはり緑足す青、60足す角 ACE と言ってしまうじゃありませんか。全くここが同じになったので、3番4番よりこれがイコールになったわけですよね。BCE と ACD が等しくなった5番、そして125、2つの辺とその間の角、これでいいんです。125より、2組の辺とその間の角が、間の角がそれぞれ等しいので、それぞれ等しいので、C ので三角形、BEC 合同三角形 ADC、 そして最後の決め文句、合同名付けの対応する辺は等しいから、じゃじゃん、結論でございます。BE イコール AD。 どうでしょう、 AD で終わったぐらいですから、これで AD というぐらいなんですが、あ、これね、でもね、よく出るんですよ。ぜひぜひ暗記するぐらい覚えてほしいな。あ、暗記と覚えるのはイコールだな。あ、暗記するぐらいぜひ頑張ってほしいと思います。ではまたね。